日本神奈川県横浜市中区住吉町住吉町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は住吉町1丁目から住吉町6丁目で住居表示は未実市。郵便番号は231-0013。面積は0.052平方キロメートル。横浜の管内地区に南東北西に走る北西方向一方通行の愛宵町通りに沿った。 約750メートルの細長い町域を持ち、南東が一丁目となる。南東は港台2を挟んで横浜公園に接し、北東はあよい町、南西はときわ町に挟まれる。六丁目は大川に突き当たり、歩行者専用の住吉橋が桜木町駅方面へ通じている。各丁目の境には1.2丁目境にベースターズ通り、 2.3丁目坂井に、館内桜通り、3.4丁目坂井に、館内大通、4.5丁目坂井に、馬車道、5.6丁目坂井に、博物館通が横切る。一帯は、ビジネス街で、1丁目に、スカーフ会館と、通りの向かいに、横浜住吉町郵便局、2丁目に、神奈川県洋服会館、4丁目に館内ホール、6丁目に、 神奈川県不動産会館などがある。ビジネスホテルが多いのもこの町の特徴で、3丁目にコンフォートホテルとアッパホテル、5丁目にリッチモンドホテル、6丁目にホテルエディット横浜が立つ。界隈には飲食店も多い。大田町から港町にかけての各町と同様に1850年から1856年にかけて大田や新都として開拓された土地で、 1867年に伊藤誠十郎により埋め立てられ、町並みが形成された。1871年に現在の町名となる。町の名は縁起を祝って付けられた、随所地名である。同年に入選町通りの一部を編入。1873年3月に愛尾町で出荷した火災により、町の大半が消失。同年5月に地区改正が行われ。 小松町、小舟町、駒形町、高砂町の各一部を編入して1から6丁目を置いた。1923年9月の関東大震災では、甚大な被害を受け、1945年5月の横浜大空襲でも、全家屋が倒壊する被害を受けている。1961年に中区役所が桜木町から町内に移転。1970年には、 旧横浜宝塚劇場が市民ホールとなり、1986年に建て替えられ、横浜市市民文化会館館内ホールとしてオープンした。2018年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。公立小中学校に通う場合、町内全域が横浜市立本町小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。 ありがとうございます。